はい、皆さんこんにちは、ジャッケーチャンネルです。今日ご紹介する製品はこちら、ローパワー Wi-Fi ソーラーカメラです。こちらの製品はキャムゼブさんより製品提供していただきました。ありがとうございます。それではね、こちらどんな製品か早速開封していってみましょう。このベロを開けます。はい、それではご開帳。蓋開けても蓋みたいな。ああ、出ましたね。はい、開きました。こちらね、日本語の取扱説明書ですね。結構10ページぐらいあるかな。こちらが1つ、ワランティーカードですかね、が1つと、あとはね、こちらステッカーですね。なんか悪いことする人の、まあ、威圧するというか抑止するためのステッカーですね。こちらが1つで、あとはここにですね、箱が入ってて、ちょっと開けてみましょう。ああ、取り付けのステーですね。こう壁にビスで3点で留めて、こちらのボールジョイントで三脚穴を用いて固定するための取り付けステーですね。こちらが1つ。ケーブルもありました。ケーブルは USB のタイプ A2 マイクロ USB ですね。が1本。で、こちらにも壁取り付けのネジが1つと。で、本体ですね。で、本体は、こんな感じですね。おー。あ、ここ、上面がソーラーパネルになってますね。上部には取り付けの穴2つと。で、こちらの下の部分ですね。こちらがセンサー。で、ここにカメラですね。結構高解像度で撮れるみたいですね。で、こちらがセンサーライトになっていると。ソーラー付きのセンサーライトに見えるんですけども、実はここにカメラが付いているという製品になります。で、裏面はですね、こちらにスピーカーですね。これ防水なので、こう壁面についていて、少しこう溝が掘ってあって、まあ、ここから音が出るような感じですかね。で、後ろには防水のキャップが2つついてますね。で、1つは、なんかピンジャックですね。ただ、今回の付属品の中にピンジャックのものはついていなかったので、これ今回は使用しないのかな。はい。で、もう1点はこちら。はい。で、この蓋開けていただくと、ここにカードのスロットが開いてますね。はい。出ますが、カードは入っておりません。で、ここに主電源。で、ここに充電ができるようなマイクロ USB の端子と。で、これがリセットキーですね。早速電源入れていってみましょう。はい、あーで。なんか今、ペアリングモードに入ったみたいですね。なんかちょっと、かなりこもった音だったんで、まあ、英語だっていうのもあって、ちょっと聞き取りづらかったんですが、おそらくこの今点滅しているので、今撮影に使っている携帯とペアリングモードでつなげていきましょう。はい、それではね、アプリの方インストールしていきたいと思います。で、アプリをインストールするには、こちらカメラに切り替えていただいて、こちらのマニュアルの7ページだったかな。はい、こちらに表示されております QR コードを読んでいきましょう。で、タップします。そうするとこちらの表示が出ますので、私の場合は iPhone ですので iPhone をタップします。はい、そうするとこちらの Ubox と書いてあるアプリをインストールしていきましょう。インストールできましたので開くを押します。 Ubox は通知を送信します。よろしいですかと書いてあるので、まあ良ければ許可。はい、僕は許可をします。で、今こちらにここの GPS 情報出ちゃってますので、ちょっとモザイクかけさせていただいておりますが、アプリの使用中は許可を押します。で、 Ubox はマイクへのアクセスはこれも許可を押します。使用する国は日本ということで、こちらでログインを押していきます。そうするとここでログインをするための E メールアドレスを ID にしたパスワード設定を求められるので、アカウントのないファイルは登録をして E メールとパスワードを設定していきましょう。
はい、ログインできたら一番左のここの表示カメラになっている状態で、いよいよこちらのねカメラとのペアリングをしていきたいと思います。ペアリングするためにはここのカメラを追加をタップします。 Wi-Fi カメラの設定、あとは 4G デバイスの設定と選択肢がありますので、こちらの機種の場合は Wi-Fi カメラの設定をタップします。カメラの電源を入れるように促されましたので、こちらですね、スイッチをオンにします。はい、青点滅してますかと書かれてますので、はい、しておりますというところを選択し、タップします。次をタップします。1個ね、気をつけていただきたいのはこちらね、周波数帯が 2.4GHz のみ対応ということで 5GHz を選ばないようにして、僕の場合今ここにモザイクかかってますけども、 Wi-Fi 名がこちらに出てて、今パスワードを入力しました。この状態でデバイスの設定をします。はい、でこちらとこちらカメラとこれを10センチぐらいの距離で、あーやった、はい、こちらでペアリングが完成しました。はい、ではね、どんな絵が出るかというのを早速見てみたいと思います。あー見えましたね。はい、見えました。でこれ見えたと同時に、この今アプリでここの各ボタンの使い方の説明に入っているんですね。ここでSD 画質と HD 画質の切り替えができるよ。カメラを通してこちらが何かを喋る場合、あなた何してるんですかみたいなことを言う場合には、こちらのマイクというのを使います。今ね、僕の喋ってる声が1秒遅れで聞こえてると思うんですけども、これは僕が今持っているカメラで拾ったマイクの音が1秒遅れで iPhone に届いているというちょっと複雑な状態ですね。でこれちょっと近づけるとハウリングが起きますので、そのような場合はこのスピーカーをオフにします。そうするとハウリングも起きないし、近づけても大丈夫。ただこれこの状態ですとカメラ向こうにいる人が喋ってる場合は聞き取れなくなります。聞く場合はこちらのスピーカーのマイクをオンにして、で自分の方から話しかける場合はこちらのマイクという部分を押して会話をすることができるということですね。でこちらのカメラとですね、 iPhone のアプリはWi-Fi で使用したので、当然ね、出先からもこちらの玄関の画像というのを見ることができます。それではね、こちらの方玄関に設置していってみたいと思います。はい、こんな感じでね、設置できました。ちょっとねアップで見てみましょう。はい、もう今すでに赤くついていたのが今青に変わりましたね。もうこれで今撮影が始まっております。で今ね、この撮影している横で通知機能で U-BOX から一件通知ということで、このカメラの前には誰か来たのでセンサーで撮影を開始していますという知らせがつきました。こんな感じですね。はい、でね、今これどうやってつけてるかというと、簡易的に強力なマグネットのフックにここでぶら下げて、で先ほどちょっと見ていただいたこの裏面にもマグネットシートをつけるということで、まだ簡単にこうやって取れてしまうんですけども、ちょっと仮運用ということで、何もね、賃貸物件なのでドアに穴を開けて塩をつけるっていうのは難しいので、ここにね、この字型の金属のプレートを裏から両面テープで留めて、この字型の金属のプレートとこいつをネジで留めて外せないようにすれば、ご飯も完璧かなと思っております。今設置した状態がこんな感じで廊下が見えている状態ですね。なので、普通にピンポンをしたり、誰かが玄関の前に立てば、ここに立っている人の顔っていうのはダイレクトに見て、その人と会話することができるということになっております。あと何日か使用してみてね、一番便利だなと思ったのは、宅配業者さんがねここに来てね、ピンポンを押された時に僕不在でちょっと出てたんですね。
で、そのお知らせの通知が Ubox で飛んできて、でそこで直接こちらのカメラと iPhone を使って会話することでね、あ、じゃあもうちょっと置き配をお願いできますかって言ったら、まあ、向こうもねダイレクトに通話できるので、まあ、安心してね置いていってくださいましたということでね、まあ、通常であれば不在連絡表みたいなものが入って、それをネットでアクセスして再配達なり置き配なりという指定をしなきゃいけないというところが、まるで在宅中に手が離せませんという感じで、置き配の指定というのが直接できましたので、まあ、すごく便利な機能だなと思いました。はい、いかがだったでしょうか。お役に立ちましたでしょうか。もしね見てね面白かったな良かったなと思っていただけましたら、高評価のいいねとチャンネル登録、あとはねコメントの方入れていただけると嬉しく思います。それでは皆さん、バイバーイ。